おいす、こんにちは、アメリです。今回はアイリさん編成協力のもとトーカを使っていこうと思います。ここでまさかのトーカっていうねちょっとね、いろいろディズニーのキャラもいたりとかガンコラも始まるんですけど、一旦トーカ挟みましょう一旦トーカを投下して、はい、ということでね、ガチャが何やら来てますので、まずはいつものログインスタンプ。ちなみに12、11日目は動画に収めなかったですけど、まあ大した引きはしてません。はい、神を引いただけですかね。フェスゲームも引き出ないと思う。止まれ、よし、これ、ね、口に出せば止まりますから。アークベルザ、まあまあまあいいんじゃないですか。うん、いいと思いますよ。で、あとディズニー星6以上来てます。ディズニーはそうだな、やっぱ確定購入欲しいですね。プーさんは正直結構引けてて、ジーニー欲しいかな。まあでも足りてはいるんだけど、仲間たちが欲しいかも。プーとのあの仲間たち、ちょっと12体も差し出せなくて、これ以上ちょ止まらないと話にならないよ。ちなみに言うけど、ランダンのね15個ずつ生成ですから、これ言うと、はい、まあ、どっかで役立ってほしいですね。うん、ということでね、今回はトーカちゃんを使っていこうと思いますが、強化されましたんでね、30ターンダメ無効変身して、で10強プラ2の 2A プラです。で LG プラスついてて、インカゴの樽持ちになってます。強化された点としては、属性がまず第3属性がつきました。これは結構でかいですね。で、3ターンスキルで、これ、無効貫通が2ターン継続になったね。結構強いでしょう。で、上限値が、もともと70億だったんだけど、これね。はい、85億になりましたという感じになっております。で、あとはまあ、いつものジン。で、リーダースキルも操作時間12秒後で変わらずで、78% 軽減だったのが 80% 軽減になったことと、あとは固定ダメージ1だったんですけど、300万入るようになりましたって感じですね。はい。ということで、今回この10日の変数を使いますが、まずリーダーがシンクロ覚醒 2A プラスがつくんですけど、アシストも高潜在遅延2で、上は仲間たち、そう、こいつが欲しいんですけどね、これ2体しか持ってなくて最低限なんですよね、2の確保数が。なので、ちょっともう1体ぐらい欲しいんですけど、さすがに交換はもうする弾数があんまないんでって感じですね。で、次、シアト、スキブプラス聴覚の HP プラ2個と遅延4つと上はセシリア闇の武器がついてます。ハロウィン距離、スキルプラス HP プラに遅延4、上はバッカスがついてます。ちょっとどこ行くの？オメガモン。まあ、こいつが一番火力ソースだけどね。2A プラス、消せない潜在 HP プラ上はミリーの武器がついてます。これで木の火力を増していこうと。で、カノクロですね。全パラシンクロでつきます。ドラゴンキラーに遅延4で上は織姫がついております。で、フレンドワークも10日になってまして、遅延4の体力キラーに、で、上は、おやすみハローキティですね。はい、バチは HP プラスです。やっていきましょう。はい、ということで、10億チャレンジいきます。ちょっと待ってな。パソコンから流れてくる音がでかいよ。マイクはまあ、うまいこと拾わないでしょうけど。初手、バッカス遅延。セシリア武器でヘイストをかけて、で、まずは 1C しまして 1C しまして 1C しまして、さらに 1C かけまして、トーカを変身しまして、カノクロも変身しちゃって、シアート打っちゃって、トーカも残りも変身して、でまずちょっと削ります。まあ、削りますっても全然削れないけどね。はい、で10日変身後を使用して、距離の軽減ループも発動し、でまたちょっと削っていきましょうと。はい、これでちょろーっと削れて、まあこの辺りからだんだん削り始めますね。ちょっと最初指導に時間をかかっちゃいますが、カノクロを使用して、で、また2Wayで。はい、これで、ようやく、3体ほど沈んで、残り1体で起こりまして、突破ですね。10日を使用して、
はい、これで突破していきます。トーカが火力としてはちょっと見ましょうね。うん、見たけど、まあちょっとあんまりよく見えんかったあんまりよく見えなかったけど、まあリーダー側はしっかり、種族が今何ぼれたかな。ちょっと画面が小さいんすよね画面が小さくてね、よく本当によく見ないと。ちょ、もう一回よく見るわ、うん、闇のセットがだいぶ入ったけど72億とかか。まあ、ちょっと気持ち渋いかさすがにこの2000分の1とかになってくると、トーカの火力覚醒だと、まあ、空飛ばさないとさすがにきつい感じになってくるね。冬持たずしてでもこんだけ火力を出してるっていうのは強いところかもしれないですけどね、そう考えるとね。はい、ということでね、シアトでね、シアトのスキルがここはファガン階層は綺麗に刺さりますね。シアトとミリー武器も使用した上でちょっと削ってこれ少し残ります。はい、ちょっと突破できる想定だったけどちょっと残ってますんで残り削って終わりです。はい、 OK ですねはい、じゃあ次属性吸収無効ですがちょっと待ちまーす。まあ距離を使用するんですけど、距離使用してで、これちょっと削っていきますよと。はい、これで削りまして、フレンドの投下はしっかり火力、まあ10強武器なだけで結構違うかな、やっぱり 2way よりも。おやすみハローキティ投下は強いな。はい、これ突破ですね。はい、でゼウスくんですね。ゼウスくんはオメガモンですね。オメガモンが、もうオメガモンがいればなんとかなるもうあいつ一人の火力でなんとかなったりするからな。操作時間後でそういえばリーダースキルついているので、この辺の操作短縮効かないのは強いですね。オメガモンを使用して、はい、これでしっかり削っていきます。はい、ワンパンですね。これはまあオメガモンが強すぎるんだけどね。さあ続きまして5階層、結構いろんな編成にオメガモン入ってきてないですか。対地編成、まあ対地編成はわかるけどね。これシェアとか綺麗に6号も返しますね。でオメガモン、これもね、オメガモンの2段階目上限解放強すぎるからな。はい、これ確かワンパンできたはず。うん、もうあからさまに誰の火力が一番入ったか分かりやすすぎる。はい、次ノア、ノアはちょっと待ちながら突破していきます。半分いっちゃうとね、なんかね攻撃パターン変わるんでね、少しずつ削るんですけど、距離使用してでちょっと待ちますよーと。回復用付けしと 2way は組まないようにやってますね。でさらにカノクロ打ってで半分いってギリギリ耐えれるか。まあ、半分いったときね、なんだっけ、どういうことになるんだったっけ、ちょっと行動のパターンまでは覚えてなくて、半分いくとね攻撃パターンが変わるんですよね、ノアはね。はい、 OK ですね。で次ドラゴン将軍、ここもね操作時間縮められるんですけど、ここもアシスト無効解除で返せますからね。操作時間もね固定が強いですね。これ結構ありがたいね。ここはね、いろんな編成結構きつい場面だと思いますよ。アシスト無効も返さないといけないのに操作短縮されるっていうのは結構渋いんでね。はい、ということでこれで確かこれで突破できた気がするが、はい、OK ですね。さあ続きまして8階層ですね。8階層はここも少し時間かかっちゃいますが、
とりあえず核戦向こう飛んでくるんでシェアートを使用して、でオメガモンだけだとちょっと渋いかな。攻撃力デバフがきつい。ちょっと咳しますよ。うん、体調ね結構治ったんですよね。結構治った。ちなみに体調は昨日とかでなんか花粉症かなんかわかんないけど、涙と鼻水バチ止まらんくて、一昨日はちょっと37度超えの微熱があったんですよね。まあ今熱全くないし、涙も止まったし、鼻水も出ないんでね。まあちょっと咳が出て鼻が難しかったりするけど、まあ鼻水は止まったからね。はい、ということで強力使って突破してます。まあなかなかちょっと体調崩しやすい時期ですが、皆さんもお気をつけください。結構周りね、体調崩してる人多いよ、最近。知り合いじゃないところでも体調崩してるわ。なんか周りの他人。周りの他人なんか体調悪そうな人多いわ、最近。ね。YouTube 仲間の人もなんか体調悪そうな人いるし。で、ここに関しても、少しお時間をいただく形にはなるんですけど、はい、まあちょっとずつ削っていこうと。まず水だけ削れました。はい、でまあちび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 削って、ちび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 削って、で距離が溜まればね、距離使用して突破で OK です。だから距離を溜め直しながら突破するって感じだね。さあ10階層、ここはまあ特にここは特にって感じです。はい、オメガモン使用、まあ、オメガモン使用しちゃったら火力はむちゃくちゃ出ますね。で、ここはね、カノクロネ風を打つことによって回復力デバフ取り返せるので、カノクロ打って、で、ギリ根性いかないぐらいです、これで。はい、で、次で根性いってパズル教室します。まあ、特にそんなにって感じです。で、パズル教室はもうめんどくさいんで、早送り。はい、これで突破して、ちょっと属性的な相性が悪い、まずは白蓮光、こいつはマジで色が悪い。あとね、口内炎が痛い、めちゃくちゃ、とんでもなく痛い。あの口内炎がね、なんて言うんだろう、下唇の左下、これいつもね下唇の左下にできるんですよね。これめちゃんこ痛いの。あのね、ほっぺとかならまだいいよ、歯に当たる位置にあるからさ、くっそ痛いのね。喋るとちょっと痛いし、で、しかも噛んだのね、一回思いっきり。終わったよね。口内炎二つに増えてたもん。噛んだことによって口内炎もともと一つだったのが二つになっちゃったもんね。ポケットのビスケット現象起きてる。本当に痛え。はい、ということで、半分いったら攻撃力デバフ食らえますが、ここはね、セシリア武器が活躍しますね。セシリアがね、意外とこれが、アグリゲート階層でも結構役立ったりしますけど、攻撃力デバフを取り返したりするのに強いですね。はい、ということで一番火力のネタスクショも取って、選挙。選挙はまあ属性的に相性はいい方なので、まあ削りやすいかなと思いますね。透過使用して、無効貫通あんま気にしなくていいっていうのはやっぱ透過いいかなって思いますね。2台使用することで、まあ、ループこそしないんですけど、カノクロを使うことで陣はつなげてて、でただやっぱり無効貫通ね、2ウェイで基本的に攻めていくから、無効貫通スキルに頼るんですけど、まあオメガモンがいるんだ、いるのはいるんだけど、まあ、6ターンだっけ、オメガモン6ターン中2ターンできる感じだったっけ。そうっすよね。6ターンでいうところの2ターンか。無効貫通って感じだから、まあどうしても時間かかっちゃうんすよね。はい。オメガモン使用して、これ突破です。やっぱだから、オメガモンだけに頼らないっていうのができるのは強みです。13回です。13回はオメガモンの火力使ってぶち抜きますけど。暗闇は気合ですね。まあ本当は十字消しがあった方がいいんだけど。上限解放が返されてるんで、上空きされちゃってるんで、ちょっとずつ取り返していきます。はい、この次オメガモン使って一撃削りですね。
まあ、基本100億解放だからね。はい、これで、もう一発で半分いっちまで。これはオメガモンが強すぎる、やっぱり。おかしい。はい、でまたちょっとずつ削って、ちょっとずつ削って、これ突破ですね。まあ、ミリ残ししてもね、一旦待ってくれますからね。さあ、続きまして、前兆が、初手アシスト向こう飛んでくるんで、アシスト解除していきましょう。で、半分いくと回復力下げられますので、そこはね、カノクロを置いといてあげた方がいいですね。はい、ちょっと暗闇メンツアーメイがめんどくさいですけど、操作時間は12秒で固定されてるので、まあ、しっかりねアシスト向こう解除して、爆弾はね毎ターン陣で吹き飛ぶんで大丈夫です。はい、オメガモンも使用して火力むちゃくちゃ出していくと。まあ、言ってもここはあんま出てないけど、はい、もうあとはひたすら削っていくだけですね。ちょっとまあ敵の HP も多いっていうのもあり、はい、ようやく半分で、で、ここ回復力下げられますから、はい、ここはね、カノクロ使って返していきましょう。はい、そしたら残り削っていきます。はい、もうひたすら削っていきます。一応、発狂ゾーンに踏み込んじゃうと、覚醒無効確かこいつはやってくるので、まあ、本当はセシリアよりシェアットの方が安牌だけど、でもね、ここの攻撃力デバフを返すのにシェアットが強い、シェアットじゃねえか、セシリアが強いからな。はい、ちゅうことでね、カノクロと、これセシリアでね、攻撃デバフを返して、シールドはね、ちょっとシビアな火力ですね。ギリギリ1枚削るかな、みたいな。まあ、そんな感じです。はい、これは削れたはず。うん。たまに残るんですけどね。まあまあまあ、ご愛嬌です。言ってもね、そんなにすごい遅いわけじゃないんですよね、この編成。クリアタイムね、38分ぐらいだったはずなんですけど。まあ、それ、太一とかね、オメガモンに比べれば遅いって思われるけど、あいつらがおかしいだけだから。あいつらおかしいだけだから。なんかさ、たまに、そのツイッターとか見てると感覚バグるじゃん。王冠100何個持ちがいっぱいいたりとか、なんか10億チャレンジクリア者がいっぱいいたりとか、まあ、いっぱいいるじゃないですか。あ、世の中全員そうじゃないと。そうじゃないですよ。ツイッターにいる奴らはおかしい奴が多い。褒め言葉ですよ。おかしい奴らが多いから感覚がバグるんですよね。どうしてもね。パズドラだけじゃないですけどね。モンストもそうですよ。モンスト以外も。やっぱね、すごい奴らがワンサカいる。うん。世界の広さを知るよね。って感じですね。ただまあ、多くのユーザーはやっぱり、なかなか難しい方も多いと思いますね。10億チャレンジとかも。結構むずいと思いますけどね、10億チャレンジって今回。最近のさ、新協調とかと比較するとむずいじゃないですか、どうしても。だから意外と難しいの用意したなって感じですね、運営も。まあ、オメガモンがいたら、ちょっとあれですけど。オメガモンが全て悪いんですけど。で、半分いきましたら、消せない状態は 2way で解除します。はい。まあ、2way1 個でね、解除できると思いますので、あとはもうひたすら削っていくだけですね。うん、オメガモンがおかしいって火力が。はい。あとは、まあ、距離も軽減で活躍してて。さあ、次でラストパズルかな。ミリ残りするとちょっとシェアとないとしてね、無理ですけどね。はい、ラスト10日です。さあ、ということでこんな感じで10日でクリアすることができました。ジントニックも使うかな、みたいな感じなんですけど、ちょっとまあ、ガンホコラボがそれより先に始まってしまいそうですね。ガンホコラボ始まったらさすがにガンホコラボ優先するんで。はい、って感じでね、10日もかなり強くなってます。環境最前線で戦えるぐらいには帰ってきておりますので、前回交換できたんだったかな？交換したよとか手に入れたよって方はですね、使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ボイ！